皆さんこんにちは。可愛いベイビーで有名な女性歌手でおなじみの中尾美恵さん。中尾美恵が事実婚状態で夫と入籍しない理由、和田アキ子をいじめていた実態について紹介します。まずは中尾美恵さんの経歴とプロフィールから紹介します。中尾美恵は歌手女優です。1946年6月6日に福岡県で生まれました。昭和37年に可愛いベイビーでデビューし大ヒットを記録しました。一躍スターとなりました。その後中尾美恵を中心に伊藤ゆかり、園真里と共に3人娘としてトリオを組み一時代を築きました。彼女はしっかり者という個性をきらめかせ強烈な印象を大衆に植え付けました。デビュー当時から歌だけでなく映画やテレビドラマでも活躍し、昭和38年には歌手としては初めて映画制作者協会から新人賞を受賞しています。昭和52年2月札幌の有線放送で6年前に廃番になっていた片思いか急上昇しました。これがきっかけとなり全国にヒットの兆しが広がりました。発売元のビクターが急遽再発売し30万枚の大ヒットとなりました。また森山良子との絶妙なコンビで行っていたトーク番組三重と良子のおしゃべり泥棒などではその魅力を発揮し長い間人気を博しました。現在もコンサート、テレビドラマ、バラエティ、舞台、映画など幅広いジャンルで活躍しています。女優として、歌手として今も活躍している中尾美恵さん、実は2023年に事実婚のパートナーがいること、一緒に暮らしていることを公表されています。公表直後はかなり話題になり中尾さんの私生活にも注目が集まりました。中尾さんが事実婚の夫がいることを公表したのは2023年でした。一緒に暮らし始めたのは中尾さんの父親が亡くなった後ですが、お付き合い自体は50年以上続いているのだそう。ここまで来ると籍を入れてないだけで夫婦同然のように思えます。そこで多くの人が疑問に思うのはなぜ籍を入れないのかということでしょう。平成令和の時代での事実婚は珍しくなく、子供が生まれても籍を入れない人もいます。しかし中尾さんとパートナーのお付き合いが始まったのは昭和40年代。その頃は結婚するのが当たり前だったので籍を入れない事実婚という先進的な考えを持った中尾さんはすごいですよね。中尾さんは結婚について、結婚は個人の関係ではなく親や親戚などがつながる良いことばかりではないと考えているのだとか、そこには自分が芸能人であるがゆえに相手の家族に迷惑をかけるかもしれないという配慮が少かなからずあるのかもしれません。どんな形であれ本人たちが幸せならば周りが意見する必要はないでしょうね。中尾さんと50年以上も続いているパートナーが誰なのか気になりますよね。いろいろ調べてみましたがパートナーについての情報は全くありませんでした。中尾さんは現在の暮らしは出演番組で話されていますが、パートナーに関することはほぼ話していません。そのためパートナーが同世代なのかはもちろん、一般人なのか芸能人なのかすら不明です。結婚に対する思いと同様、相手に迷惑をかけないように配慮しているのでしょう。その配慮も中尾さんらしく思えます。中尾さんは杉並区内の自宅の隣にアパートお花を建てています。元踊り寺隣には両親のために建てた家があったのだそう。両親の他界後に家を取り壊し、その跡地にアパートお花を建てたのは中尾さんが60歳の時。お花とはハワイの言葉でもともと家族という意味ですが、現代ではお互いに助け合い信頼し家族のような絆を持つという概念になっています。中尾さんが経営するアパートは2023年3月に放送されたマツコ会議で紹介されていました。アパートは全4室で、住人は新築の時からほとんど変わっていないというから驚きです。中尾さんはアパートの住人とは定期的に交流をしていて家族同然だといいます。アパートの家賃は付近の相場よりも安く、なんと更新料もかかりません。住人から更新料がきついと聞いた中尾さんがあっさりなしにしようと決められたのだとか。住人の中には過去に中尾さんの運転手をしていた俳優もいるので、若い世代を応援したいという気持ちが家賃などに反映されているのでしょうね。また
中尾さんがいつまでも若々しいのは住人との交流があるからかもしれません。中尾さんはパートナーと50年以上の付き合いで現在は一緒に暮らしています。籍を入れないのは結婚は2人だけの関係ではないという考えからだと分かりました。パートナーについては情報がほぼなく、年代だけでなく一般人か芸能人かも不明です。中尾さんは自宅の隣に建てたアパートお花を経営しています。アパートの住人とは定期的に交流していて、住人は新築時からほぼ変わっていません。このアパートの家賃は近隣の相場より安く、更新料は住人の声がきっかけでなくなりました。中尾美恵の実家は中尾書店という書店を経営していたそうで、教科書などを販売していたそうです。バレエ教室に通えるほど裕福な家庭だったそうですが、中尾美恵が10歳の時に父親が事業に失敗し、6畳と4畳の2軒に家族8人が重なり合って眠る貧しい暮らしに一変したそうです。父親の店が倒産した後、一家は職を求めて上京しました。以降は千葉県市川市で育ったそうです。裕福な暮らしから貧しい暮らしへ一変したことで、将来両親に大きな家を建ててあげようと決意し、芸能界に入る決断をしました。中尾美恵は父親と母親、そして兄弟が5人の8人家族です。中尾美恵は6人兄弟の4番目として育ちました。姉が2人いるそうです。中尾美恵の両親は中尾美恵が10歳の頃まで書店を経営していました。母親が洋楽と洋画が好きだったため、家のラジオでは洋楽が流れていたそうです。そんな母親の影響で子供の頃から洋楽に慣れ親しんで育ったそうです。中尾美恵の父親は2006年に93歳でこの世を去りました。母親は躁うつ病を患っていたようで、1988年に逝去したそうです。2018年5月15日に放送された徹子の部屋テレビ朝日系に出演した歌手の和田アキ子が過去に壮絶ないじめを受けていたことを告白しました。番組では和田の先輩歌手でもある中尾美恵と MC の黒柳徹子の3人が登場しました。その中で和田は身長が高いことから男っぽいという理由で先輩歌手からいじめを受けていたと話しました。男がいるからここでは着替えられない、同じ黒の衣装だから着替えてきなさいよ、スニーカーに男は出ていけと書かれたと、かなり卑劣な内容でした。今では想像ができませんが、当時はよくトイレで泣いていたと告白しました。確かに和田の身長は174センチと女性にしては大きいです。さらに過去に放送された徹子の部屋でも足のサイズが大きいと取り上げられていました。しかしデビューする前は大阪でバリバリの不良少女だった和田、当時はこいつほんまに殴ってやろうかなって思っていたという心境も明かしました。壮絶ないじめエピソードを聞いた中尾と黒柳は、ひどいじゃないのよ誰よその人と何度も和田に詰め寄りましたが、さすがにそれは言えないですよと断りました。しかし和田をいじめていた先輩歌手はまだ健在で、過去に徹子の部屋のゲストで出演しているという事実が明かされました。これだけはさすがに誰なのかはわからないところですが、中尾は私じゃなければ誰だかわかると答えました。今でもその先輩歌手とはたまに仕事場などですれ違うことがあるということです。その際には軽く挨拶だけはしているようです。和田はそういう先輩には絶対になっていけないなと思いましたと強く語りました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。